アメリカのワシントンから小島記者に伝えてもらいます。えー、欧米、そのまあ、アメリカを中心にですね、より強い制裁に踏み出す。まあ、そういったあの状況になってきましたね。そうですね。あの、このスイフトからロシアを排除するという一手はですね、まさにそのアメリカのバイデン大統領にとっては、ロシアの動きを止める、いわば切り札のような制裁なんですね。 ただこれまではヨーロッパの反対もありまして、実はアメリカ政府の中でも1週間ほど前までは制裁の案には含まれないという立場でした。まそれが一点今回発動にこぎつけた背景にはですね、そのロシアのどの銀行を制裁の対象にするのか、そこにですね、あえて議論の余地を作ったことにあるんですね。アメリカはこれまでロシアのすべての銀行を対象にする前提で、まあ、同盟国と調整を進めていた印象が非常に強いわけですけれども、今回の発表では、 必要に応じて対象を拡大していく追加していくという立て付けになっていますつまり今回ですね全ての銀行を一気に排除するということは見送ってヨーロッパですとか世界経済への影響を天秤にかけながら対象を選んでいくという形になったわけですこの点についてですねアメリカ政府の交換は ロシアとエネルギーを取引する国への影響を抑えるためにまあそうした取引に使われている銀行はあえて選ばない制裁の対象に加えないそういうこともできるんだというふうに話していますこのように制裁の範囲をめぐってですね議論の余地柔軟性を持たせたことがまあアメリカとヨーロッパの落としどころになったということなんですねまあそれでもですね強力な制裁である分世界経済の影響というのは避けられそうにないわけなんですけれども ロシアによる侵攻がまあ激しさを増す中で、まあ、NATO を含めた欧米諸国の存在感そしてですね結束を示す意味でも各国が痛みを伴う覚悟を決めてですね腹をくくった結果だといえます。 はい。えー、今、太田さん、あの、はい、このスイフトについては、まず足並みを揃えると。日本も。それから、プーチン大統領、個人の資産も凍結する。どう見ますか、これ。これ、あの、非常に重大な決断を日本政府したと言っていいと思いますね。はい、この個人資産の凍結、特にですね。これ、あの、過去の例を見ますと、日本政府は、例えば、リビアのカダフィ大,大佐であったり。あの、旧ユーゴスラビア戦犯法廷で裁かれたミロセビッチ氏。こういった戦犯とか暴君のみをターゲットにして。 制裁してきたそれをプーチン氏に適用したということはこれはおそらく事実上のプーチン政権への決別宣言といってもまあ過言でないかもしれませんね。もう暴君だと名指ししたようなもんだということでもあると思いますけれどもそれからちょっとス t 日本に戻りますけれどもこのスイフトからまあ排除するということはですね、まあ、そのまだ範囲は今後広がっていく可能性はあるということでしたけれども、まあ、国際的な送金決済を,、えー、を担う機関から 出すということで送金や決算ができなくなると、まあ、あのロシア経済に大きなダメージがあるということなんですけれどが、まあ、大和総研の菅野さんに聞きますと具体的にはです、ねまあ、ルーブルがです、ね、乱高下したりとか米国 GDP でおよそ5%もの損失を被るとかまあ、様々なダメージはあるということなんですが、まあ、世界経済も返り血を浴びるといいますか副反応がありまして副作用がありまして まあ、あのロシアから天然ガス、石油が入ってこなくなるということで、まあ、当然、そういった価格が高くなるということだったり、えー、依存度が高いですね東欧ですとかドイツでは投資者も出るんじゃないかなんていうそういったあの予測もあるということなんですがでこれ、排除してもですね、まあ、逆に中国との結びつきが強くなるなんていう懸念もあるということなんですが、うんはい、太田さん、ここら辺はちょっとと難しいところです、ね、そうですすねそうただあの中国が下手に助け船をロシアに出すとですね自分たちが国際金融マーケットからこれ弾かれる恐れがあるから。これやっぱし それから注目は明日のマーケットですねこれ、週末の制裁発表で明日、マーケットが空いてルーブルが急落するかもしれない、はい、そしてらロシアで物価が高騰するプーチン政権の足元が揺らぐ可能性はありますね。ーんあのさんこれ ドイイツがポイントでしたよね、ずっとね。ね、そうです、ね、ずっと及び越しでありましたからあの昨日です、ね、最終的に入るということを決定したというのは非常に大きかったと思います、うん、またあの、ドイツの場合は武器供与も決定しましたので、はい、その点も非常に大きかったと思います。はい